さあそれでは次の選手です。注目の選手の登場となります。大歓声で迎えられましたケイトリン・オズモンド。去年はこのショートでトップでした。ラコステ・ファヌフを抑えてのショートトップだったこのオズモンド、今年はどうか。トリプルとトリプルとのコンビネーション、非常に流れもありましたし高さもありましたし曲にも合っていましたね。質のいいコンビネーションだったと思います。トリプルフリップ、レイバックスピン、非常にアーチができていて綺麗な形のレイバックスピンですね。ストレート、ノンベーシックポジションとなります。今のはウィンドミルと呼んでるんですけども、ノンベーシックになります。ショートプログラムでこのスタンディングオベーションです。ケイトリン・オズモンド、スケートカナダで今年優勝して大きく成長を遂げている、そのケイトリン・オズモンドのショートでした。いや、岡部さんいかがでしたでしょうか。最初から最後までスピードが落ちずに、そして体の動かし方も非常に工夫されて、あらゆる空間を使っているというところが見えましたし、何よりも楽しそうに滑っているということ、それから大きなミスも一つもなく滑りこなしたこと、そして、やはりグランプリスケートカナダで優勝したことが自信につながったようですの、本当にもう自信を持って滑っているっていうところが、去年のショートは確かインドを感じさせる曲で、衣装もそうでした、振り付けもそうでした。今年はマンボで来て、はい、いや本当本人楽しそうにやりますね。そうですね。そして体の動かし方がとてもこうラテンの動かし方で、非常に振り付けのところで私たちは何を表現したいか、どういう目的、意図した目的のものを滑っているかっていうのを見るんですけども、もうまさしくラテンを表現してきちんと、それをパフォーマンスできる、そこはもうパフォーマンスエキスキューションのところにも反映できますし、曲の使い方も良かったということで、いい点数が期待できますね。本人も満足のようです。
このウォリアーコーチと組んでこのシニアに乗り込んできて結果を出してと、そしてカナダの中でもトップクラスの選手に駆け上がってきました。このオズモンドです。ですね、この方、このコーチの方は、ISU のスペシャリストもして、テクニカルスペシャリストもしている方で、昨年、昨シーズンの世界選手権のスペシャリストもされた方ですね。ちょっとスコアまでは時間がかかっていますが、さあそれではスローでもう一度ご覧いただきましょう。最初のところですかね、これは。はい、トリプルとトリプルとのコンビネーションですね。非常に2つのジャンプの大きさが同じぐらいの高さの、はい、素晴らしいジャンプでした。そしてトリプルフリップですね。これもリズムに乗ってその前のステップから直ちにちゃんと飛んでますね。この選手は運動量がすごい多い動きをするなと、ただ一方でそれを感じさせない表情をしているなという、そうですね、印象があります。はい、日本で行われたジュニアグランプリにも来てくれたんですけど、その時はちょっとパワフルでしたが、ジャンプが止めなかった。あ、なるほど。さあ70点台に乗せてきました。 70.04、 もちろんここまででトップとなります。技術点は37がついて、そしてプレゼンテーション 32.66 という、いや素晴らしいスコアが出ます。